これ SV なのって思っちゃうよね。これずっと巻いてられるっすよマジでやっぱ静かよ、すごい。こんな風の抵抗あるスピナーベルトを向かい風に向かってフルキャストしちゃって、全然糸がもはや浮かないですよね。なんかバックキャストしないとかじゃなくて糸がもう浮かないです。超飛ぶやん全然いい。8でこんな飛ぶんだもんな。6、めっちゃ飛びやばい、全然違う。いや、やっぱこの2段のローターが効いてんだな、やっぱり。ですよね。感覚で言うと最後の伸びがほんと 10m ぐらい伸びてるイメージですね、こういう円筒のルアーだったら。ほんとしかもやっぱ伸びがいいから最後の一伸びがほんと気持ちいいですね。やっぱ魚がねルアーにビビってることが多いですよ、日本のバスって。なんで僕はどちらかというと、特にこんなクランクやるときなんかはグラスロッド使うんですよね。でグラスロッドって正直反発力ないから飛ばないんですよ。高反発の竿をに比べると、カーボンの竿に比べると飛ばないんですけど、これグラスロッド使っててもこの飛距離出るんで、ほんとそれはもうリールの性能としか言えないですよね。もうね、手元にこの負荷が来るじゃないですか、ディープクランクとか要は引きテイクあるルアーって。負荷がもう少なすぎて気持ち悪い。巻きがすごいトルクがある、そのなんていうか、ほんと巻き取りトルクですよね。ほんとドラグ滑ってんじゃないかなってちょっと感じちゃうっすもんね。いやー、ほんとちょっとしたことでこんな差なるんすね。ギアのほんとちょっとした要は噛み具合の差じゃないですか、言ったら。いや全然違うもん、ほんとにこれずっと巻いてられるっすよマジでいやー、だからこのギアがすっごいシルキーなんで、ハンドルにも来るっすね。そのハンドルの感度が上がるというか、クランクのその軌道というか、こう支障とかウィードに触った時の、多分これギアがシルキーだからだろうな。だいたいね、これまでってこの状況っていうか、バチッとセッティング決まった状態だったらすげえいいっていうのが多かったと思うんですけど、この守備範囲というか対応する幅がすごい広いですね。いやすげえわ、変わりすぎ今までというより変わりすぎ。すごい伸びるねこれ、うん、でまずねこれあのもうキャストしてすっごい伸びてる、めちゃめちゃ伸びてるんですけど、これがねもう全く新しい SVTW って、 SV は同じ名前なんですけど、今回からね SV ブーストっていう新しい機構になりました。で今回ブースト機構っていうのは2段階になってます。要するに気化したい、要はゾーン、伸ばしたいゾーンっていう、この2段階の効き方をするっていう全く新しい機構がこの SV ブースト。簡単に言うとそういう機構なんですよ。だからキャスティング、今みたいにフルキャストの初期に回転数がバッてスプ
風に簡単に言うと回転数が上がったところが一番バックラッシュしやすい、うん、でその部分で、2段階のうちの2段階まで効かせてしまって、うん、そこでグッとブレーキを一気に効かせる、うん、でもそのままだと効きすぎで失速してしまうんで、そこからオートマチックで1段階戻して今度伸ばすゾーンに、インダクトローターの位置っていうのが行きます、うん、で、後半伸びていって完全に着水する直前でゼロに戻る、うん、その部分の、ことを全部オートマチックにやってくれるのがこの今回の SV のブースト。だからこれすごいんですよ。だからこれ単純に今ねこれスティーズミノを投げてますけど、振ってめちゃくちゃ伸びてるんですよ。めっちゃめちゃ飛んでますけど、でも今までだったらブレーキ弱めていった時に伸ばそうと思って弱めていくと、やっぱり初期で糸がすごい回転数が上がった瞬間にインダクトローターは出て効いてはいるんですけど浮くっていう部分があって、であとそれを防止しようと思って強めると後半伸びないっていうちょっとジレンマ的な部分がどうしてもあったんですけど、完全解消してます。これは同時に何を表しているのかっていうのは、例えばシャローに入ったり皆さんが、まあ、リザーバーなり例えばこういうビッグレイクとかでも、リーズギアを打ったりするときに秋らしいキャストする場面ってあると思うんですよ。でそういうときに、しっかり伸びてくれる、うん、っていうことは同時にコントロール性も上がってるっていうことなの。これだけコンパクトでパーミングもすごいしやすいと、うん、で、軽くてしっかり手首使って投げれるんで、同時にこのブレーキがしっかり効いて伸びるっていう機構を使ってコンパクトなキャストでアキュラシーが出しやすいっていうことも同時に言えます。それもすごくやりやすくなります。なので例えばその2段階のブーストっていうのは、ピッチングした際、例えば至近距離のピッチングの際にも、この場合は回転数ピッチングって低いんですよ。なので2段階目まで行かずに1段階行くか行かないかっていう、その辺をインダクトローター中のローターがうろちょろしてくれるんで、すごいベストなブレーキ力を出してくれるんです。だから遠投する時っていうのは2段1段0っていう今の感じ、うん、でピッチングの時は1段0もしくは結構振った時は1から2の間まで出て0みたいなとか、すごいこう微調整してくれるんで、なんですかね、本当にオートマチック まさに SV、 さらに SV になった感じ、もっと SV、 さらに前今までの SV よりさらに SV になったから、うん、今までの SV は安全っていう意味での SV だったんですけど、その飛距離を出すっていうところもストレスフリーになってきてるっていう。巻きもいや滑らかやわこれすごい、やっぱ静かやってすごい。もう一つ2つ目の特徴っていうのは、これ大きく分けて2個あるんですけど、ハイパードライブデザインって言って、これがね、21年かな、だからもう新しい本当にコンセプトっていうかリールのコンセプトになってくるんですけど、これ今巻いててめちゃくちゃ滑らか、滑らかさを出そうとすると物理的に言うと、簡単なやり方っていうのはギアを小さくしていくとかね、うん、そういう部分で滑らかさっていうのは当然出てくるんです。これがすごい機構的ないい滑らかさの出し方なんですけど、ギアがむしろ大きいままで、接地面を増やすこと、ギアの接地面を増やすことで、滑らかさと耐久性を両立させる、これ簡単に言ったらこういう感じなんですよ、うん、ハイパードライブっていうのはそういうコンセプトで、やっぱね巻いててめっちゃ滑らかです。で滑らかなものって世の中たくさんあると思うんですけど、でも一番大事なことっていうのはこれがどれだけ維持されるか、うん、この巻き感っていうのがどれだけ維持されていくかっていうところがすごく重要になってくると思う、うん、でそこがね、完全に解消されてるっていうか、もう技術ってそこだと思うんですよ。矛盾してとか相反するところをいかに近づけていくかっていうところだと思うんですけど、これ多分今回のねこの GD4 SV EW もう見事にそこを解消して、でもちろん今までの機構のこのヒーリングシステムとのこう相乗効果でめちゃくちゃ飛距離出る、でめちゃくちゃ巻きが軽い。よし食いましたよ。おいジェルよ、おーいい感じいい感じ、ミノいいねえ、巻き感がやばい、やっぱりすごいスムーズ。
なんかもう巻いてって手に取るようにそこわかる。すごい。スティーズミの抜けたね。ジリオン SV に新しく搭載されたブレーキシステムが SV ブーストです。でこの SV ブーストは何かっていうと、簡単に言うとめっちゃ飛びます。とにかく飛ぶ。そして投げた感じが気持ちいいです。で SV ブレーキと何が違うかっていうと、 SV は今まで、僕的には、向かい風でノーサミングで投げてもすごいバックラッシュせずに糸が浮かずに飛んでたんですけど、常にブレーキが効いている感じがあって、特に後半伸びないイメージがありました。なんですけどこの SV ブーストはそれが改善されてます。向かい風でノーサミングで、投げれるのはもちろんで、そっから飛距離がなんかすごい伸びてるイメージ、後半なんかビューンって伸びるイメージで投げた感じがとても気持ちいいです。この SV ブーストがなんでその気持ちよさが気持ちよく飛んでるかっていうと、ブレーキが2段階になってて、そのブレーキシステムが、軽く投げた時は1段階目のブレーキしか出なくて、でその1段階目のブレーキが SV より若干、ブレーキがかかってない状態で飛んでくるブレーキになってます。でより強い負荷がかかった時に、2段階目のブレーキが出てきて、でそのブレーキが SV より強いブレーキなので、最初にビュンって投げた時のビュンの一番力がかかる時にその2段階目のブレーキが出て、でそのまま2段階が ブレーキがかかり続けるんじゃなくて、途中からブレーキが弱くなって1段階目の SV より弱いブレーキになるので、より後半伸びるっていうシステムになってます。であとこいつの素晴らしいところは巻き心地で、巻いた感じが、とにかく滑らかで、自分的にはすごいトルクがあるなっていう感じがします。なのでこう引き抵抗の大きい、ルアーだったり、大きめのバスがかかった時に結構ゴリ負けるっていう、特徴もあって、あとはこのジリオン SV 超ちょうどいいサイズ感、自分はこのサイズ感がめちゃめちゃ好きです。もうこの最高のリールぜひ一回試してみてください。おっしゃおっしゃ、ジリオン SV スピナーベイトでイエーイ、ジリオン SV。 飛ぶね。すげえ、なんか投げやすいわ。さらに投げやすいって感じですね、やっぱり。すごいよ、これ 7.1 で巻いてる感じじゃない、今までの。感度めっちゃいい。これ今4か。ちょっと浮きますけどね、さすがに。また使うんだったらやっぱ 5がいいんかなって感じですね、これ今の。5だったらもう全然危なくない。もう追い風だけど、多分向かい風投げても全然危なくない。もう全然ない、
逆にちょっと物足りないぐらいバックラッシュしない感じなんで。いや全然負担ないな。結構ハイギアで巻くとボトムにこう当てて引いたりっていうのがより抵抗かかってくるから、ゾウギア使うんだけど、ここ今当てながらスピナーベイト引いても全然こうしっかりスクラクチャーに当てて舐めて引いてる感があるんで、魚がこう食った瞬間すごい多分分かりやすい。あ、もうね、巻きが全然違う。このバイブレーションのブルブル感がもうすっげえ、なんか同じルアーだよね、これね。すっごいなんかブルブル感が全然違う。ちょっと下げますね。やつまだ下げれるな、これな。こういうブルブル感のやつ、巻き抵抗があるやつを巻くと、その全然違いがわかるね。ギアがやっぱり変わってるっていうのが。もう一個下げますね。ああ、ぶっ飛ぶ。これもっと下げれるな。もう一個二個はいける。ブレーキ結構やっぱ緩めでいいんだね。うん、効くから。これでこうかな。すごい、これいいね。